お、ずいぶんとうまいところで出てきましたね。やはり来たか。しかもいっぱいいるし。賑やかなこと。あれ鉄巨人ですよね。このメンバーで大丈夫なのかな。どう。いつもグラディウラスのスキルを使わせてもらってましたけどね。マラネアは強いか。さあ絶対これボスじゃないですからね。ファントムソード召喚はしない方が良さそう。ブリエどうした。なんでこの端っこでモジモジしてるんだ。攻撃を食らってる途中にスキルを使えば無敵になりますからね。生活の知恵です。なんかブリュレ傍観しがちですね。これで決めよう。敵のモーションが見えたらフロントのポイント。ひるみますね。まあな、一番体力減ってますけどね。俺も結構役に立ったよね。倒せた。やるじゃないか。けど結構被弾もありましたね。そしてまた道に迷いました。なんだ。おー、なんだ。綺麗になった。ん、通れるようになったのかもしれないんですけど、なんかチェックポイントありましたけど、なおさら分からなくなりましたよ。これなんでしょうね。なんかマップを見るとワープスイッチってあるんですけど、乗ったところで別に移動はしないんですよ。これは何でしょうね。なんかいつもエレメント見るたびに、あ、そういや呪文使ってないわって。あ、でももしかしたらアンデッド系の死骸だとしたらファイヤー効くかもしれませんね。今装備してるんでちょうどいいんで使ってみましょう。さあボス感強くなってきましたよ。何をイライラしてる。お、イライラしてません。うわっ広い。うーわー、大きなやついそう。絶対いるでしょう。大坪じゃないか。あれ、何ですかこれ。え、水中をバーノイドなのか、それともリヴァイアさんなのか、それともただの鳥。ケツアルダマカントロ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 ント天井の高い場所では、攻撃方法が変化します。大丈夫か。なんとか。やばい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 。ちょっと待って、これくれ。カッコいい。いまいちな。みんな行くよ。ファイヤー。攻略法が分かりませんね。ピョッって、あ、入ってなかった。まあ、しっかりでパリしていけばと思ったけど、やばいやばいやばい、みんなやばい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 。待ってください、待ってください。しまった。助けるイグニスを。ちょっと待って、今、今助けましたよね。ちょっと待ってくださいよ。エリクサーをノクティスに使って、ちょっと待ってください。これね、めちゃくちゃ前まで戻るんで、絶対負けられません。で、イグニスに、
フェニックスを でプロンプトにハイポーション無理だ。わ、めちゃくちゃ強いぞこれ。ねえメガネ、この状況なんとかならないか。メガネどうしたらいいんですか。めちゃくちゃきつい。スキル直した。はいよ。さあ、腕の見せ所だ。見てろよ。お。なんだなんだ、何もしないんだ。そうだ、ファントムソードだ。本気で行く。ほら。そうだそうだ、これだこれだ。もう一押しだ。一気に詰めろ。どう？終わりか。ほら。これマジで無理。あ、MP がない。どうしようどうしようどうしよう。いて。あ、どうしようマジできて。ちょ、アラネアお願いします。三ゲージ技。それじゃ焦点した。くらえ。俺なんとか終わってほしい。やった！アラネア！いや、綺麗な顔してやがる。びっくりした。落ち着け。落ち着け。あ、なんかいつもと違うな。ボス戦をクリアした。なるほどね。ということか。聞いたことありますけどね。ちょっと今プロンプトの総打ちっぷりが。あらわになりましたね。宝物はなさそうです。え？なんでそっちから歩いてくるんだよ。今あれボスかまたかと思ったらプロンプトが向こうから歩いてきた。お、これがミスリルか。ミスリル鉱石。ここで終わりのようだな。ねえアラネア、死骸と関係ある兵器って何？魔導兵は見たことあるね。ああ、あれは死骸の研究から生まれたんだ。そうなんだ。死骸から。不気味な国だよ今の帝国は。気をつけな王子。ちょっと王様はい、かよって。ああここに、ちょっと待って待って、ここにエーシャロットがあるんで。アラネアとのパーティー楽しかったのにな。まあ戻りますか。さあこれでピックスとウェッジは大丈夫なんでしょうか。不安しかないですけどね。死なないシリーズ多分ないですよね。あの6ぐらいしか知らないんですけども、その後のビックスとウェッジは、まあ大変だろうけど、わかんないんですよね。あんまり立場に縛られすぎんじゃないよ。騙されていたのかもしれないが、あ、力を貸してもらって、いちゃいちゃ。てかあれ、あのアーマー、これアーマーじゃないですよね。深いこと。顔を隠してお胸隠さず。どうか気をつけて。お、ほら、ありがとう。じゃあね。何これ、どういう関係値になったんだろう。ま、あーでもあと最初からいい、ね、帰りは送ってやれって言われてるから、準備ができたら船に乗せてやる。無事に済んでよかったね。すごい。ノクト、シドニーから連絡が。雨なのにスマホが使える。レスタルの製品機種を尋ねろと。工場にシドニーの友人がいるらしい。ミスリルを渡せばいいそうだ。そしたらやっと船が治るってわけか。いやー、休憩が終わったらどこにも寄らずレスタルームに行くぞ。どこにも寄らず寄っちゃダメなんですかね。アイテムはいいや。この湖もしばらく。あ、武器屋だ。あれ、これ最初からありました。アイスブレンド。サラの探検の方が強い。しかも今4900円しかないんですよね。さっき釣り竿買っちゃったんで。
うわーでもここいいなー。どうしよう、なんか買おう。フレームシールドと、リベリオンかな、それとアイススピア。いや結構いいもん売ってたな。また来ることもあるかもしれませんね。いやーなんかここのところ女性キャラクターとのパーティーが続いていて、いやこのファイナルファンタジー15、あっと待って、右側にアイテムがありました。待って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 、まだまだです。あれちょっと待って、早くしなさいよ。すいませんここに珍しいコインがあったもんでね。レスタルムに行くんだって。じゃあ行きましょう。じゃあそこまででいいね。ああよし、準備はできた。行きます。レクテル頼むわ。はい行くよ。うわあれ赤い北にマジ船って、あ、まあそうか、船旅っていうか空母みたいのに乗れるんですね。しかも赤い機体、やっぱり3倍なんでしょうか。あ、写真いっぱい撮ってくれて、何この写真、あれ、いやちょっと自撮りやめろって。ちょっとふざけてるの、プロンプト。なんでアラネアの写真1枚しかないの。こんなにいい出会いだったのに。起きな王子、着いたよ。のんきに昼寝してたんです、なんか飛行機とか支給してもらえませんかね。でもうちらは指示がなきゃ帰れない。あれね、後ろ髪かわいいですね。今気づいた。ああ、任せて。じゃ気をつけて。なんかこんな短期間に打ち解けれるもんですね。やっぱこのマチコンとかね、そういったところでもこういったテクニックがあればもう少しいろいろあるんでしょうけどもね。なんだこれ。ノクト、似合ってるよ。似合ってねえ。何これ。防護服は一着しかない。単独で最も戦えるのはお前だ。諦めて頑張ってきてくれ。死骸を倒して発電機の暴走を止める？そんなストーリーありましたっけ？俺たちは出入り口で待機する。はい。死骸を逃がさないように見張ってるよ。いきなりだな。聞こえる？ホリーさん。死骸駆除を引き受けてくれてありがとう。その間にミスリルの加工はやっとくから。なるほどね。先に一人ハンターが入ってるけど、ギブアンドテイク。多分一人でなんとかなる数じゃないから協力して駆除してよ。誰だろう。ちょっと嫌なお知らせ、死骸が発電機をいじってるみたいです、ね、わー、ちょっとなんか謎解き要素ありそうですね。出力自体は爆発するかも。急いでね。はい、上がった。あ、これか。もう一人でハンターだ。援軍か。あ、まあな。ここの奴らはなかなか手強いぜ。あれなんか、はお前さ、声聞き覚えあるな。あんたのハンターなら分かってると思うが、油断すんなよ。ついてこい。行くぞ。あれ、これでもなんか声聞いたことありませんか。あれ、気のせいかな。あっちち。敵もいるんでしょうが、それよりもギミックが怖いですね。一気に叩くぞ。やばい。あれ、グラディウラスですよね。違う？いや。変わった戦い方するな。あれ違うかな。だろ。あんたもやるか。
でもしてたのか。やっぱそうですよね、グラディオラスですよね。何してたんだかわかんないし、なんかちょっと。マジか。ちゃんと片付けるな。あんたはどう？なめんな。楽勝だわ。なら俺も負けてらんねえな。急げ急げ。市街行くぞ。あと5分。結構ありますよ。またゴブリン倒した。また出てくる。グラディオラス戦ってます？大丈夫？まあでももうゴリゴリ行くしかありませんからね、これは。敵自体は弱いので、ハンターロイヤルガードもうさ、左側に出てるこのロイヤルガードっていうスキルがもうグラディオラスなんですよね。盾を装備してないんですよ。これで全部か。あ、できないった。グラディオラスに片付いたか。盾を装備してあげたいですからね。頼りになんじゃねえか。元からだろう。あ、じゃまた頼むわ。帰宅していいんでしょうか。じゃ戻るか。この服でもずっと着てたいな。別ゲー感ありますからね、こういうのもたまにはいいでしょう。ハンター、いきなりなんか降ってはいたクエストでしたね。しかもなんか結構綺麗に作られてる割には一瞬で終わっちゃいましたね。本当疲れ。ミスリルは加工しといたよ。ホリーさん、そっちのハンターさんも。日本語で言うと聖子さんみたいな名前なんでしょうかね。先に入っていたハンターというのは。そういうこった。しばらくぶりだな。待て、傷増えたかな。どうだろう。箔がついたろ。改めてよろしく頼むぜ。なんでしょう、修行でもしてたんでしょうか。唐突でしたけどね。誰だこれ。エース。お、悪いな、ダスティン。ダスティン戻ってきたんだね。迷惑かけたの謝った。そこで早速働いてもらったわ。そこで。あ、じゃあミスリル用意できたんだ。ダスティンさん、それなら私がちょっと話しましょうよ。なんか先に会議に戻って待ってるから。ノクトたちは挨拶ないの。してから来て。先に会議に戻って待ってるから。ノクトたちはしっかり準備してから来て。お、話せる。ノクティス、こんにちは。はじめまして。お元気そうで何よりです。ああ、いえ。先に皆無に戻ってますから。イリスは今は違うんだよ。ダスティンから個人情報を聞き出したいんです。お元気そうで何よりです。ああ、いえ。何、仲悪いの。お元気そうで何よりです。え？あ、おっさんに厳しいですね。